陸前高砂駅は宮城県仙台市宮城野区福室2丁目にある東日本旅客鉄道仙石線の駅である。旧駅舎駅名由来は開業時の所在地高砂村から取ったもの。すでに鉄道省に高砂駅があったので陸前の監視をつけた。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。南側に駅舎があり、互いのホームは古戦橋で連絡している。 駅舎と上りホームとの距離や、上りホームと下りホームの構造が異なることからわかるように、開業当初は、隣の福田町駅と同様に現在の上りホームのみを使った一面二線の島式ホームであった。現在、かつての上り線のスペースは歩道及び自動販売機の設置スペースとなっている。多賀城駅管理の業務委託駅、緑の窓口、自動券売機、 自動改札機設置 JR の特定特市内制度における仙台市内の駅である小さな駅舎と比べて大きな駐輪場とロータリーを持つ駅前広場が付属するこれは仙台市のオムニバスタウン指定における施策でアクセス30分構想の乗り換え駅の一つとされたためである JR 東日本によると 2020年度の1日平均乗車人員は4539人で、ある。1999年度以降の推移は、以下の通りである。仙台市都心部から見て、北東の仙円地区にある。周辺は、駅北側の七北高原下岸の自然堤防上にある、旧来からの市街地と、駅南側の中石平野の水田を造成してできた、比較的新しい市街地からなる。 駅前広場に接して国道45号が通る。2008年秋に放映されたアニメカンナギは名言はされてないものの背景設定が宮城県仙台市周辺を参考にされており、その風景を当駅及び周辺に見ることができる。ありがとうございます。